ほうれん草ルビスコの立体構造リブロースマイナス1、5ビスリン酸カルボキシラーゼ、オキシゲナーゼは、カルビン、ベンソン回路において、炭酸固定反応に関与する唯一の酵素である。リブロース1、5ビスリン酸2に酸化炭素を固定しに分子の酸、ホスホグリセリン酸を生成する反応を触媒する。植物に大量に含まれ、地球上で最も多いタンパク質とも言われる。具体的には、 ほうれん草の葉の可用性タンパク質の5から10%は、本酵素に占められる。リブロースマイナス1、5ビスリン酸カルボキシラーゼ、オキシゲナーゼ本来の生理学的な役割は、リブロース1、5ビスリン酸へのカルボキシル化であるために、リブロースマイナス1、5ビスリン酸カルボキシラーゼが正しい故障である。しかし本酵素は、植物の炭素固定反応を立足している。 主原因となる、リブロース1、5ビスリン酸へのオキシゲナーゼ作用が特徴的であり、この両反応の競合関係にあるためリブロースマイナス1、5ビスリン酸カルボキシラーゼ、オキシゲナーゼと呼称されることが多い。呼称の長さからリビューロス1、5バイスホスフェートカルボキシラーゼ、オキシゲナーゼの各文字をとってルビスコと表記されることが多い。他の別名として、 リブロース1、5ビスリン酸カルボキシラーゼ、ラブプカルボキシラーゼ、ルビスコ、ルビスコ、ルビスコなど。ルビスコは生理学的に以下の反応を触媒する。カッコ内は炭素数を意味する。この反応の本因子としてマグネシウムイオンを要求する。この反応の平行は著しく右方向に寄っており、逆反応はほとんど起きない。この反応はカルビン、 ベンソン回路におけるカルボキシル化過程であり、本体者系に唯一固有な反応である。カルビン、ベンソン回路における他の反応は、すべて回答系あるいは、ペントースリン酸経路に見られる。したがって、カルビン、ベンソン回路は、ルビスコのカルボキシラーゼ反応によって調節される。ルビスコによるカルビン、ベンソン回路の調節については後述する。ルビスコカルボキシラーゼ反応と、 反応中間体カルボキシラーゼ反応は詳細に分類すると以下のステップを経る。D リブロース1ゴビスリン酸がルビスコの作用によりエンジオール型中間体となる。ルビスコに CO2 が結合する。ルビスコ CO2 複合体に MG2 が結合し活性型となる。エンジオール型中間体のリブロース1ゴビスリン酸に CO2 が孵化し、三を基礎中間体となる。三を基礎中間体のリブロース1、5ビスリン酸が、加水分解され二分子のホスホグリセリン酸を生じる。二分子のホスホグリセリン酸のうち一分子のみが、CO2 由来の炭素原子を有する。ルビスコは、極めて分子活性の低い酵素であり、 3S-1 程度である。暗所に置いた植物細胞に光照射すると炭酸固定速度がしばらく低い状態が続くが次第に定常速度に到達する。これは暗所でカルビン・ベンソン回路に関与する複数の酵素の活性が低下しているからである。ルビスコもそうした酵素の一つである。しかしルビスコは光そのものによって活性化されるわけではなく、 以下の要素によって活性化される。光によるルビスコ活性化と深く関わっているのは弱アルカリによる活性化である。光照射により葉緑体において高化学反応が起き、チラコイド内にプロトンが取り込まれるが、この時ストロマ内の pH が上昇する。ルビスコはストロマ内に極在しており活性化を受ける。また、チラコイドのプロトンの取り込みと同時に、 マクデンイ上昇に伴う MG2 の輸送がチラコイドからストロマ側に行われ、ここでもルビスコの活性化を促進する。チラコイド、ストロマなどの構造は揚力体の項を参照。ルビスコ空シ質である重炭酸イオンの濃度上昇によって最大速度が上昇し、本酵素がアロステリック酵素であることを示している。また、 ルビスコのカルボキシラーゼ反応の阻害剤となるうるに、カルボキシアラビニトール一輪酸は夜間に存在量が多く、昼間には低下する。さらに ATP 要求性ルビスコ活性化酵素も、高化学反応により、ストロマ側の ATP 濃度が上昇が活性化の鍵となる。すなわち、暗所では、すべての要素が逆転し、ルビスコのカルボキシラーゼ反応を阻害する方向に、 働く。強光下で光合成を行っていた植物細胞を21%を通濃度条件における暗所に移動した場合、直後に大量の CO2 放出が見られる。同様の実験を1.5%を通濃度条件の暗所に移動した場合、CO2 の放出は観察されなくなる。名条件における c o 二の放出を光呼吸というが、 この原因になっている主反応がルビスコのオキシゲナーゼ反応である。光呼吸は同化した CO2 を再放出する過程であり、多くの主要作物でこの現象が見られることから、収量上昇など経済的にも注目されている。ルビスコのオキシゲナーゼ反応は以下の通りである。一見、CO2 は放出されていないように見えるが、3。 ホスホグリコール酸がペルオキシソーム及びミトコンドリアを経て代謝され CO2 を放出する。3. ホスホグリセリン酸はそのままカルビン、ベンソン回路にて還元過程に入る。また、実際に CO2 を放出する反応のみならず、オキシゲナーゼ反応がカルボキシラーゼ反応と競合し阻害することによって、見かけの CO2 放出量を増加させ、光合成能率の低下を招く。 ルビスコキシゲナーゼ反応と反応中間体をキシゲナーゼ反応は詳細に分類すると以下のステップを経る。D リブロース1ゴビスリン酸がルビスコの作用によりエンジオール型中間体となる。ルビスコに O2 が結合する。ルビスコ O2 複合体に MG2 が結合し活性型となる。エンジオール型中間体のリブロース1ゴビスリン酸に O2 が孵化し、3オキソ型中間体となる。3オキソ型中間体リブロース1、5ビスリン酸と水酸化物温が反応し、3、ホスホグリコール酸、3、ホスホグリセリン酸及び水酸化物温を、それぞれ一分子ずつ生じる。リブロース1、5ビスリン酸に結合した、酸素原子は3、ホスホグリコール酸の2お及び放出される、水酸化イオンに結合している。 蒸気のカルボキシラーゼ反応と比較して、反応ステップは極めて似通っており両反応が競合するのも、こうした酵素的な初反応が類似していることが原因である。ルビスコがオキシゲナーゼ活性を有する原因として、活性中心への応通分子の取り込まれやすさが考えられる。ルビスコを有する光合成生物が出現した当初、地球上の大気組成は現在よりも、 還元的で CO2 濃度が高かったと考えられており、こうした欠点は氷材化しなかった。しかしながら、陸上植物の台頭により、大気中の酸素分圧の上昇そしてに、酸化炭素分圧の低下を招き、ルビスコの欠点が光呼吸という形で現れてきたと考えられている。ルビスコのカルボキシラーゼ、オキシゲナーゼ活性比と CO2、 O2 比の関係を表す値を CO2 保証濃度といい、自然に起きている暗呼吸と光呼吸が釣り合い、見かけの CO2 放出速度が例になる。一般的な C3 植物の CO2 保証濃度は 50100ppm である。また、CO2 保証濃度以外のルビスコの能力を示す値として、任意の CO2、O2 濃度におけるカルボキシラーゼ、 オきしげなーぜか性比である、タウチが挙げられる。一般的に、陸上植物型のルビスコは、いやけ性光合成細菌のルビスコに比べて、高酸素分圧条件に適応した痕跡が見られ、CO2 保証濃度及び、タウチにおいて優れた値を示す。フォーム I2 については口述する。ルビスコを有している生物として、陸上高等植物、草類。 ウズベンモウ毛ウ類など深刻生物のほか、シアノバクテリア、イヤケ性光合成細菌、化学合成独立栄養細菌といった多くの原核生物が挙げられる。ルビスコは一般的にフォーム I 及びフォーム2に分類されるが、古細菌から見つかっているルビスコはどちらのフォームにも属さない第三のルビスコを有することがわかっている。また、細菌、 ルビスコに必要なアミノ残器を書くルビスコ、ライクプロテインが細菌及び、個細菌の両方から見つかっている。フォーム I の特徴は以下の通りである。フォーム2の特徴は以下の通りである。個細菌型ルビスコの特徴は以下の通りである。ルビスコ、ライクプロテインの特徴は以下の通りである。上述したようにルビスコは地球上で最も存在量の多いタンパク質である。 そのため、歴史的にも構造生物学的研究が進んだ構想の一つであった。1971年に最初のルビスコ結晶が得られたものの、最初の X 線結晶構造が明らかになったのは1990年のことであった。まず初めに得られた立体構造は、色式費用細菌、ローズ・ダスピー・ロラム・ルーブルムのフォーム2ルビスコである。 解析の結果、フォーム2は同一のサブユニット2個が対称性をもって結合している分子量100桁程度の主に両体であることが分かった。フォーム I ルビスコの立体構造は同年にタバコ用のものが明らかになった。フォーム I は大サブユニット2個、小サブユニット2個の L2S2 単位が K4 個、対称性をもって結合している。 分子量550桁程度の L8S8 型であることが明らかになった。結晶化から立体構造の把握まで非常に時間がかかったことに関して分子量が極めて大きく高い解像度を得られなかったことが原因と考えられている。その後多くの生物からホームアイ、ツールビスコの立体構造が明らかになった。 また、気質や生産物を加えながら結晶化を行うことにより多くの反応中間体と思われる構造が得られた。具体的には、リブロース1、5ビスリン酸と構造のよく似たカルボキシアラビニトールビスリン酸やマグネシウムマイナス2、酸化炭素複合体、カルシウムマイナス2酸化炭素複合体、キシルロースビスリン酸、そして生成産物である酸。 ホスホグリセリン酸などである。また、2001年に古細菌型であるサーモコッカス、コダカレンシスのフォーム3ルビスコの立体構造が明らかになった。遺伝子配列など、基地のルビスコと相同性の低かったフォーム3は、立体構造も他のフォームと大きく異なっており、同一のサブユニット2個が対称性をもって結合している L2 単位が、 計5個対称性をもって結合している分子量497桁程度の L10 型であることが明らかになった。ニカルボキシアラビニトール1、5ビスリン酸とマグネシウムイオンを配位したホーレンソルビスコの活性中心金棒。ルビスコの活性中心におけるリブロース1、5ビスリン酸とマグネシウムイオンの二次元的な配位、マグネシウムイオンを中心に 多数の水素結合が存在している。また、リブロース1、5ビスリン酸の2および201番目のリシン残機にカルボキシル元が結合していることに注目。また、リブロース1、5ビスリン酸の加水分解を受ける部位の近傍に379番目のセリン残機が存在し、加水分解活性に関わっているのではないかと考えられている。立体構造が 明らかになると同時に、サブユニットの機能についても明らかになった。フォーム I における大サブユニットは、カルボキシラーゼ、オキシゲナーゼ活性を有する触媒部位を有し、小サブユニットは、機能道な部分が多いが反応の調節を行っているのではないかと考えられている。小サブユニットのないフォーム I ルビスコでは、活性が1%程度に落ち込むことが、 大腸筋発原形を用いた研究で分かっており、何らかの形でカルボキシラーゼ活性に関わっていることも示唆された。フォーム2、3のサブユニットは、フォームアイダイサブユニットと同様、触媒部位を有しており、基本的には以下に述べる機質の結合過程に従うと考えられる。触媒過程における最も多くの反応中間体が得られているのは、 ほうれん草のフォームアイルビスコである。ルビスコへの気質結合に際して、まず、K201 が二酸化炭素によって、カルバミル化される。カルバミル化された K201、D203、E204 によって、マグネシウムイオンが水素結合により、配位され、ルビスコの活性系をとる。ニカルボキシアラビニトール1、5ビスリン酸は、以下の水素結合により、ルビスコと結合する。 一位炭素に配位した酸素と計1 7 5及び、マグネシウムイオン三位炭素に配位した酸素と、カルバミル化した計2 0 1 H327 及びマグネシウムイオン五位炭素に、配位した酸素と H327 一リン酸に、配位した酸素と計3 3 4リブロース1、五ビスリン酸の酸を基礎中間体の二位炭素の、カルボキシル元に該当するキャブプの二位、カルボキシル元は、 マグネシウムイオンと水素結合する。リシンへの二酸化炭素の範囲、マグネシウムイオン、キャブプが結合すると、ループ6と呼ばれる通常活性中心に被さるように存在している部位がコンフォメーション変化し、生成物を解放できるようにオープンな構造になる。二分子の3、ホスホグリセリン酸が配位しているケースでもループ6はオープンな構造をとっている。 これらの反応素過程において注意すべきなのは、K2-01 にカルバミル化される二酸化炭素は、基質として取り込まれるわけではない、という点である。基質として取り込まれるべき二酸化炭素は、Mg に CO2 複合体及び等が配位した、時に、酸を基礎中間体となるよう、リブロース1、5ビスリン酸の2位に、カルボキシル化される。ルビスコは上述したように、リブロース1、 ゴービスリン酸へのカルボキシラーゼ反応という特有の反応を触媒するが同時にオキシゲナーゼ反応も担うという構想的な欠点も抱えている。また、非活性も低くカルビン、ベンソン回路の立足段階となっている。ルビスコのこうした欠点を克服することは主要作物の増産や地球温暖化防止の点においても極めて大きな影響を与えると考えられ、 大腸菌を用いた遺伝子の突然変異法などによりその機能の改良が試みられてきた。近年のルビスコの改良に関する創設によると求められるべきパーフェクトルビスコとは以下の条件を満たすものである。CO2 への高い非活性及び低い未解率、面点定数を有することただし CO2 の未解率面点定数は 葉力体ストロマにおける CO2 よりも高い値を示すこと O2 に対する CO2 の得意性が無限大に大きいこと現実のルビスコは、高食費用細菌、ローデスピーロラムルブルムの場合、非活性が高いもののミカエリスメンテン,テン定数が高く、高 CO2 濃度に適応している。一方、タバコのルビスコは、非活性は低いが、ミカエリスメンテン,テン定数が低いため、 低 CO2 濃度に適応している。この結果、現状で最も1の条件を満たしているルビスコは、タバコとなりその値は、キロカット、キロメートルイコール3.205である。タバコルビスコのミカエリス面点ンテンテン定数を参考にした場合、逆算されうるパーフェクトルビスコの非活性は 1070S-1 となり、既存のルビスコの100倍以上である。 2006年にシアノバクテリアシネカコッカス PCC7492 のルビスコ遺伝子の大量のランダム変異体を獲得し、大腸菌内でルビスコが機能する場合にのみ、ペントスリン酸経路の一部を用いたカルビン、ベンソン回路によって発現宿主が生育可能になる経営にて優れたルビスコの選抜を行った報告がある。本系では、ルビスコ遺伝子の変異のみで、 発現量が野生型の約15倍あるいは非活性が5倍になるルビスコ変異体が得られている。このような発現量の増大や非活性の向上が見られる理由は構造生物学的に明らかになっていないがルビスコ自身の安定性に寄与している変異が導入されていることが一因と考えられている。本形をうまく応用することにより 今後さらに優れたルビスコ変異体が得られるのではないかと期待されている。アンドリューズ、T.J. ホイットニー、SM、マニピュレーティングリビューロスバイスホスフェートカルボキシラーゼ、オキシゲナーゼインザクロロプラスオブハイアプランツ、アーチ、バイオケム、バイオフィズ、四百十四 159、15 169、プミド1278万1767、パリック、MR グリーン、DN ウッズ、KK 松村、I、ディレクテッドエボリューションオブルウィスコハイパーモーフス、スルージェネティックセレクションインエンジニアードイコライ、プロテインエング、で、セル、19、113から119、プミド1642万3843。ありがとうございます。